ヤッホー、アメカヤコです。今日は私のスマホで最近撮った写真を紹介していきたいなと思います。前もやったかな？ちょうど1年なんかやった気がする。ね、うん、結構偏りがあります。では早速、レッツゴー。ということでですね、結構偏りがあるわけです。私の写真はなんか自撮りをしてもすぐ出してすぐ消しちゃうんですよ、私。だから自分の写真があんま残ってなくて、なんか仕事のスケジュールとかそういうのスクショしたりとか、これ覚えとかなきゃなっていう内容の仕事の LINE をスクショしたりとか、なんかそういうスクショが結構多くて、写真のフォルダの中に仕事の内容が結構詰まってたりするかなっていう感じです。電車の時刻表とかもすごい苦手だから、明日はこの電車に乗るんだぞっていうのをスクショしたりとかもしますっていう感じかな。紹介していきます。まず飯テロします。じゃん、肉美味しそうでしょ。これ友達と食べに行ったお肉の写真。なんかタンの中にネギが大量に詰まってるやつで、その一緒に行ってくれたお友達がここに連れて行きたいって言って連れてってくれたところだったんですけど、私ここ行ったことあって、その前に忘れてたんですよ。これを見て思い出して、このお肉を見て、これ食べたわって言って思い出して、やっぱり美味しかったです。あとこれね、私ね、覚えてないっていうか、覚えてるんだけど、どうしてこれを撮りたいって気持ちになったのかわかんないんですけど、お店の壁の中にいたの。何のお店にいたんですか？なんかイタリアン、なんかピザかなんかを食べ行った時にいたの。私の背中のこの辺にいて、ちょっと怖かったから撮った。何だったんだろう。あとこれちょっと前なんですけどね、ロケで行ったところの住宅みたいなところのお庭にヤギがいたの。ヤギ？え？ヤギじゃない、なんだっけ、羊がいたの。何県？忘れた。都内ではないけどなあ、忘れちゃった。でもなんかそういたの。だからなんか撮っちゃった。あとこれはね、いただき物ですごい食器が好きなんですけど、ロケ先で、わあこれめちゃくちゃ可愛いこのカップ、今度買いに来ようって言ってたやつを後日ディレクターさんがプレゼントしてくれたんです。女性の方なんですけど、その方も多分私の好みを知ってくれてて、お誕生日かなんかが近かったからなのか、そうプレゼントしてくれたの。なんかあの空から撮った、飛行機から撮った写真、窓側に座ることが私あんまないんですけど、早く降りたいから結構通路にいることが多いんですけど、多分長旅だったからなのかな。窓側に座ってどこを撮った写真なのかちょっと全く分かんないんだけど、なんか撮りましたね。ちょっと斜めだしあんま行けてない写真なんですけど、また飯テロになっちゃうんだけど、これね、何だったか忘れたんですよ。何だったか忘れたんだけど、なんかあのお刺身を焼いていただけるお店があって、そもそもお刺身でいただけるような新鮮なお魚を目の前であのお店の方が焼いてくださるんですけど、一切れずつ、もうね、なんか本当に美味しいもの食べた時って何も喋りたくなくなるんですよ。もう最高しか出てこない。いや本当に美味しかった。これまた食べたいなって思う。あとこのわけわかんないっていうか、私タクトレをねすごい好きで、竹脇まりなさんを見ながら動くのが大好きで、結構ほぼ毎日やってるんですけど、その達成した後にまりなさんが画面の向こうで乾杯ってやってくれるんですよ、そのボトルで。それに一緒に乾杯ってしてる自分の手とマリナさんの写真
多分本当にこう感極まって乾杯っていう気持ちになったから撮ったんだと思う。誰に見せようと思って撮ったのか本当に分かんないんだけど。最近またトレーニング熱がね。そう、なんかトレーニング熱がなんか今までで一番コンスタントにちゃんとずっと長くやってるなっていう感じが。見た目にすごい。え、本当ですか。嬉しい。自分だとあんま分かんないんですよね。あ、なんかご飯作った時の写真とかもあります。これあの和風ハンバーグと豚汁だったかな、なんかを作った時の写真。なんかハンバーグが綺麗に焼けたなっていう写真です。ちゃんと生きてますよっていうのを家族に見せるために、私たまにご飯の写真を送るんです。家族に褒めてほしくて褒めてほしくて、あのおばあちゃんとかにも送るんです。褒めてくれましたあ、これはまたロケの写真なんですけど、リンゴ畑に行ったんですよ。なんかリンゴの鳴り方を私初めて目撃して、こんななんか本当にディズニーの世界みたいな実の実り方するんだと思って撮った写真。こんなにぎっしり実るんだよリンゴって、すごくない？しかもめっちゃ美味しかった。しかも食べてたんだ。あ、そうそうそう、もぎたてをこうそのまま丸かじりできて、もうなんか今まで食べたリンゴは何だったんだぐらいすごいジューシーだった。もう飲めるっていうぐらいジューシーで本当に美味しかったリンゴが。これもロケの写真、紅葉の悩みってすっごいよく撮れた。すっごいよく撮れた写真。すごい、この辺に大きく出しますけど、長野かな、うん、行った時に。結構ねロケに行くとこれもそうですね、長野写真なんかすっごい雑に、なんか私食べ物を撮る時ってすぐ食べたいからかめちゃめちゃ雑に写真撮ってることが多くて、ロケ弁なんですけど、ロケ弁の鶏釜飯の写真めっちゃ雑だよね。すごい美味しかった。いつもその撮影場所に行くと釜飯っていう風に決まってるんですけど、贅沢だよね、美味しかった。これもなんかお仕事の時に行った海の、なんか結構衣装さんとかメイクさんとかが撮影してくれてることが多く、撮影を撮影してくれてることが多くて、その中になんか結構ねお気に入りの写真とかがあったりするんです。すごい空が綺麗じゃない？ちっちゃく私もいるんですけど。本当だ。そう、こういう風景を撮ってくれて、あとお仕事で韓国に行った時のケランチムの写真なんだけど、また雑もうこれ多分これ1枚でカシャって撮ってすぐ食べたんだと思うんですけど、もう本当に美味しくって、ずっと私絶対韓国に行ったら本場のケランチムが食べたいっていう気持ちで一人でこれ全部食べました。サムギョプサルを食べに行ったのに私はケランチムを一人で全部食べましたあとね、これはあの私映画のキングダムを見に行ったんですけど、そのポスターを後ろから迫り来る人たちになんかもこんななりながらカシャって撮った。これもちょっと雑な写真ポスターを撮ったんでしょうね、気分が高まって。もう出なきゃいけないっていう時にこうこうやってこうやって撮ったんだと思うあ、これもすごい美味しかった。なんかちょっとなんだかわかんないかもしれないんですけど、大根にトリュフが乗っててなんか美味しい味のやつ美味しかったですね。あとこのねお魚のポワレもすごい美味しかった。結局食べ物の写真ばっかりなんですよ、ホルダーが。なんか見たいなと思ってる映画のやつ、これなんで撮ったんだろう。まだ見てないですね、このうちのどれもどれも見てないんですけど。あとじゃあ最後かな、撮ってもらったやつです。これはマネージャーさんに。それは何の時？警察署長の時の写真です。それさえ、ね、ちょっと今知り合いが覗いてきたのでアイコンタクト取ってしまったそう、結局だから本当食べ物の写真と業務用写真とみたいな感じになりますね。
構別に全然全部お気に入りなんですけど、この写真とかはインスタに載せてるやつなんですけど、これ撮影風景をまたあの衣装さんとかが撮ってくれたやつなんですけど、衣装めっちゃ可愛かったんですよ。セントフォースチャンネルっていうサイトがあるんですけど、そちらにちゃんとしたちゃんとしてないわけじゃないんだけど、ちゃんとしたカメラマンさんのカメラで撮った写真をたくさん上げておりますので、あんまりね私この膝丈のスカート履くことないんだけど載せております。これは韓国ロケに行った時のもう超テンション上がってる私これ本当にここのベーグル、こっきりベーグルっていう、もうインスタとかでも超有名店のベーグルをずっと私食べたくて、本当に美味しかったの。本当になんかベーグルの概念変わるぞっていうぐらい本当に美味しかったのね。なんか日本で食べる、私が食べたベーグルは歯ごたえも結構あって満足感もあるみたいなベーグルだったんだけど、なんか本当にふわっふわでもっちもちで釜で焼き上げてるんだって、ここのはもう本当に美味しかった。また食べたい。これあとはこれですね。これはインスタに載せてるものなんですけど、カレンダーの2024のカレンダー撮影の時のオフショット。私もちょっとどんな仕上がりになるかまだ知らないんですけど楽しみですね。結構素敵な写真になってるんじゃないかなと。衣装もパターンがいろいろあって仕上がりが私も楽しみです。カレンダーも多くの方の手元に届くといいなと思っております。かなり大きい写真になると思うんですけど、確かに毎年結構大きいサイズ、ね、だからポスターにして飾ってくれてる人も結構いますので、ぜひお手元に置いていただけると嬉しいですという感じですかね。私の最近のスマホの中身写真たちでした。またなんか溜まってきたらやりますね。グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またねー。